我々が恐怖すべきことはただ一つ、恐怖そのものなのである。この番組は事故物件住みます芸人松原谷氏が恐怖の本質を探求すべく、各界の道を極めた人々と恐怖について語らいます。松原谷氏の興味津々、ご一緒に恐怖の感性を磨きましょう。こんばんは、松原谷氏です。今夜の対談相手は先週に引き続きまして、ホラー映画館の巨匠、中田秀夫監督です。先週はですね、事故物件怖い間取りのお話も伺いましたし、映画の作り方、映画監督になるまでのお話とかね、いろいろ聞いたんですけれども、今週はですね、映画リング2で体験された撮影現場での恐怖体験、これめちゃくちゃ怖いですよ、この話ね。はい、さらにはですね、監督の死生観といいますか、死というものについて深くお話を伺いました。そして監督、中田監督が一番恐れているもの、怖いものとは何か、これは一体何なんでしょうね。ぜひとも最後までお付き合いください。それではお聞きください、どうぞ。さあ、先週に引き続きまして、今夜もホラー映画の巨匠中田秀夫監督と恐怖について語らいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週はですね、監督の幼少期のお話から、映画、事故物件怖い間取りのお話、そして、ホラー映画どうやって作っていくかのお話も伺ったんですが、ホラー映画特に撮影中に怖い間取りでもいろいろあったと思うんですけれども、他にも恐怖を感じた体験とかあったりしますでしょうか？いや、そんなたくさんないんですよね。はい、見逃してるだけっていうこともありえるとは思うんですけど、露骨に怖いっていうか、現場が沸き立ったというか、はい、っていうのは、そのリング2っていう中谷美紀さん主演のリングの続編ですね、はい、日本のリング2ですけど、アメリカのではなくて、その時にとある、関東のこう海辺、岩場の海辺で撮影してた時に、それは伊豆大島の設定で、でも、伊豆大島じゃなくて本土の方で撮影してたんですけども、中谷美紀さんと、それから沼田洋一さんってい こう年配の、貞子の血縁のある設定の人が、こう貞子が産み落とされた場所っていう洞窟に入っていくと、はい、で そこがこう西の河原って呼ばれていて、昔、日本がすごく貧しかった時に、はい、言葉選ばずにズバッと言わせてもらうと、いわゆる間引きですね、そういう行為が行われていた場所という設定で、こっちがそのお地蔵さんとかこう置いたりしてですね、風車がバーッと待ってたりとか、そういうこう赤者の供養になってる場所にこう行って、ここで貞子は産み落とされたけれども、その母親の静子はそこに貞子を泣く泣く置いていったんだけれども、で波がさらってくれるっていう設定だったんです、ね。はいはいはい、でも次の日もう静子がもう悲しくて、もう一回、そこに行ったら貞子はなんと、波がもう一回満潮で洗ってるはずなのに、同じ場所で泣いてそこにいたと、これは映画の中の設定ですけど、その洞窟にこう沼田さんが中谷さんを案内していくっていうのを、カメラをこう海面に半分、画面3分の1か4分の1ぐらいこう沈めて、はい、ですからその水槽の中にカメラを入れて、海に半分あの水槽を沈めて撮ってたんですね、はい、だから画面の下の方が海中になってるような絵ですけども、はい、それで2人が洞窟入っていく。でその絵を撮って3テイクぐらいしたんですけど、中に入っていくだけなんだけど、僕はちょっと粘っちゃって3テイクした時に、僕はい OK って言ったら、録音技師さんが、おー今誰か喋っただろうって、怒った声をして、えってで別に誰も喋ってないけどって、次はこうその洞窟の中のお芝居が少しあったんで、それでどんな声がしたのって聞かせてもらったんですけど、そしたらかなりマイクにすごい近いところで
ささやき声で、若い男の人の声で、リカコっていう、リカコってはっきり、息の声ですけど、リカコって声が聞こえたんですね。で、ああ、でもこれってそのキャメラはそういう海面にあったけど、マイクが出てたあのところに橋みたいなのが、こう観光客が渡るこう橋みたいなのがあるから、そこにちょっとこう、ギャラリーがいたんですね、撮影、まあ、見学というか、たまたまそこにいた人たちが、はいはい、だからそれがまあ、なんかカップルがいて、リカコ、リカコ、撮影やってるよって、うん、まあそういうことでしょうって言ったら、はい、今度、その録音技師じゃなくて、マイクを持ってた人間が、はい、いや、絶対そんなことはないですって、なぜならば、キャメラがそういう、こう、半分水中に入ってる状態なので、はい、だから、マイクマンとしては、そういう絵だからもう2人がああの洞窟に入っていくっていう足音を取ってもしょうがないから、はい、波音を取るために水面ギリギリに下ろしてたと、うん、マイク画面に入らない、はいはいはい、画面海の表面からその声がしてこない限りそんなこんな声が入るわけがない。そうか、至近距離からの。そしたらそこからみんなざわざわして始めておかしいぞと、はい、海からそんなささやき声が聞こえるってことはみたいなことになって、それで怖いっていうよりはなんかみんな湧き立ったんですよ。何の聞こえ、みんなで順番にちょっと聞かせて聞かせてみたいな。はいはい、というのは、ただここからちょっと怖いんですけど、その海に入るときにもちろんキャメラチームは入るんだけど、助監督たちもそのでっかい腰あたりまである長靴ってペンギンと僕らは言うんですけど、はいはい、あれを履いてもう、中に入ってる、あるいはまあ、撮影部とかもうウェットスーツとか着て入ってたと思うんですけど、はい、波がそんなすごくないのに水圧がすごいと、うん、むちゃくちゃ水圧があるから気をつけろと、こう足元をすくわれたりして、あの水飲まないようにしろよとかってみんなで気をつけようとか言ってたんです。まあ、僕は入れなかったんですけど、はい、でもまあこれなんかあの聞き間違いでしょうぐらいに、まあ一回、まあそんなことでざわざわずっとしてもいられないので、はい、その洞窟の中入りました。それで洞窟でその2人のお芝居をそのお地蔵さんとか並んで風車がはーっと回るみたいな絵を準備をしてた時に、こっちが怖かったですけど、僕座ってすぐもう20センチぐらいのところにこの洞窟の岩壁があるところに座ってったら、今度はまた全然違うもうちょっと年配のおじさんのうめき声聞こえたんですよ。うめき声、うめき声、はい、ってこう本当にこうなんか病気とか苦痛に苦しんでるようなうめき声が聞こえたんで、その前のその立花子声事件というのがあったから、みんなその次のセッティングに結構忙しかったんです。こうなんか聞こえる聞こえる聞こえるよって僕が言ったんだけど、誰も相手してくれないんですよね。それででもなんか自分としては、まあ特にその僕はちょっとすみません、あの特に霊現象とか、まあ、あんまり信じない方なので、はい、その何か理由を見つけようとして、あ、沼田さんがなんか今セリフ台本見てなんかセリフを練習をしてるの覚えてるな、でその声がなんかこう反響してこっち回ってきてるのかなと思って、はい、よく沼田さんの口元見たらこう動いてないんですよ、口元は。です黙読してるっていうか、はいはい、あれでそのあれって思ってる間にその声が消えてったんですけど、はい、でも、うめき声、まあ、1分とか2分とかしてて、うん、僕は騒いでんだけど、誰も相手してくれなかったんだけど、でも実は同じ、多分同じ声ですけど、僕の真後ろにいたキャメラマンは聞いていて、はい、それは今度、キャメラマンは僕がなんかうめいてんだと思ったらしいんですけど、中田監督がうーって言ってると思ってたと。そんなことを言うわけないから、その準備してるだけなんで。で、あと、助監督ももう一人。その場にいた、その助監督も聞いてたんですよね、はい、で3人ぐらいがその多分同じ声を聞いていたので、うん、割と客観的にその声はしてたんですけど、はい、それで次の日にその海の表面からのリカコの声をその出演者の中に霊能力がすごくあるっていう、はい、とある女優さんがいらっしゃってですね、その彼女に取れた時の声を聞いたら、うん、うわーこれいっぱいいますねって言われた時はちょっと怖かったです、ね、いっぱいいますね、リカコは2回聞こえると、それ以外にもここにいっぱいいますとかっていう彼女が言うから、で彼女はそのもう子供の頃から見えるっていうので有名で、いろいろ僕も取材させてもらったんですけど、はい、
でそれでそのリカコ事件として、リカコ事件、はい、アンビリーバボーで取り上げていただいて、ほうほう、いや今回の助けてじゃないけど、はい、すごく映画のプロモーションにはなった。ありがたいことなんだけど、はい、まあ、僕は今でもリっていうふうに聞こえるささやき声がリに近い音に聞こえる何かと、うん、カコーンっていうその波の音が連動してリカコン、リカコン、うん、じゃないかと、かなとかと思ってるんですけど、ただこっからが実は一番怖いところで、え、まだまだ怖いの、はい、いや、そう、現場では、まあ、どんどん撮影しなきゃいけないから、はい、怖いっていうよりもなんか変な面白い現象あったねっていうぐらいのことだったんですけど、うん、でもこれなんかこの後あったらね、こういう話とってるしまずいからっていうんで、うんうん、そのサイの河原、お地蔵さんとかをこっちが持ってきた小道具として置かせてもらう前に、はい、その洞窟の一番奥にですね、こうそれこそピラミッドの中のその棺みたいな形の直方体があったんですよ、はい、岩が平面、すごく人工的な、はいはい、でその岩をどかしてその自然のこう地面の洞窟の上にこうこっちのお嬢さんとか風組むとか、はい、まあ、祭壇というかそういうもお供え物のの用意したものを置いたってことですか、のかなきゃ、でその大きい輪をどかしたんですけど、はい、僕はその時間、まあ、準備班が行ってやったから僕はその場にいなかったんです、そのどかした時に下からこう船虫がうわーっと出てきたり、船虫怖いな、でその棺の形をした岩になぜか正確に3つの真四角の穴が開いてたんですよ。ほう。なんでこんなこう人工的な岩がここに乗ってたのかって、うん、のかで、こっちがまあ想像を働かして、ひょっとしたらこれは何かを、うん、その自然のこう土台の岩とこの人工的な岩上に乗っけることによって何かを封印していたのかもしれないっていうことに なり、はあ、はいはい、戻そうと、こう落としたままじゃまずいって、さすがに必死でなんか何百キロかあったらしいですけど、もうなんか何十人がかりで戻して、はい、でその後別にスタッフとか、まあ、いわゆる霊障みたいなことは何もなかったんですけど、はい、ただそういうことがあったから、まあ、宣伝部がこういうことありましたよとか、アンビリバーも来る、うん、でアンビリーバボーってですね、あとテレビ朝日のスタッフが別々の番組でこう調べたら、そこの実際撮影してこっちの撮影チームが入ってた海っていうのは、これはどうも事実らしいんですけど、はい、昔あのこういうことがあったらしいんだけどってそのテレビのスタッフが聞いたら、あ、まあそれはまあしょうがないね、あそこはそういうとこだからみたいなことをその町の人が、うん、その地域の地元の人たちが、まず一つは自殺の名所、上のその洞窟の上から飛び降りて、はい、亡くなる人が結構いたと、はあ、でそれと海流の関係で、はい、他の地域で水死した人たちのご遺体が上がる場所でもある、はい、でそのアンビリバボーではその洞窟の上の崖の上から飛び降り自殺をした若い高校生みたいな青年が、うん、観光客がいた、その橋の欄干にドーンと飛び降りてこう体をくの字になって亡くなる直前に、うん、リカコって叫んで、はい、まあ、つぶやいて、まあ、リカコに失恋したのかなんかっていう、まあ、そこはちょっと創作で作ってましたけど、はいはい、ストーリーをね、でもう一つの番組の方では、うん、ここに幽霊がいるかもしれないということで、そのリングの脚本が、リングリング2書いてくれた脚本家とが一緒に行って、はい、その洞窟の中の幽霊をこう撮ろうって言って、うん、でもカメラはやっぱりその映画と同じところに行かなきゃいけないんじゃないかってことになって、はい、あの要するに岩場の上にだけで撮ってても何も映らないから、映画と全く同じところに行こうって言ったら、うん、そこにやっぱり一応その除霊師というかですね、お祓いをやってくださるお坊さんがついてってたらしいんですよね、はい、でヘラ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 ずっとこうなんか遊びに来たみたいな感じで振る舞ってたお坊さんが、え、海に入るんですかってスタッフに言うから、うん、いや入りますよ、だって映画と同じアングルに入ってそれで同じように撮って何か映ればめっけもんだからって言ったら、海入るんですね、ああ分かりました分かりましたって言ったら、急に海に向かって
ものすごいでかい声で、今までヘラヘラっとしてたお坊さんが、はい、海に向かってものすごい激しい度胸をし始めて、それが一番怖かったって言ってました、ね。僕もその話、そんなにいないんだけど。はいはい。それはあの、アンビリーバボの再現 V を撮るときの。いや、違う違う。アンビリーバーとまた別の。また別の、ごめんなさい。テレビ朝日の番組で、ね、ドキュメンタリーで。ドキュメンタリーを撮るときに。もうちょっと地味な幽霊を検証するみたいな番組で。はいはいはい。あ、その時にお坊さんがついてきてたってことですね。脚本から聞いたんですけど、はい、お坊さんがついてきて、そのヘラヘラしてる、なんかあのいい加減な人かなと思ったら急にスタッフが海に入ると聞いて、急に本気の度胸を度胸をして、それでこっちがそっちのスタッフたちが怖くなって、はい、えって聞いたら、いや、あのいっぱいここはいますからね、でもまあ皆さんに悪さをするような類ではないから大丈夫だとは思うんですが、はい、ちょっとやっぱり勉強しとかないと、急に真面目なモードになって、でそれを聞いたらやっぱり何も感じない人たちにとってはそれが一番怖かった。僕もそのエピソードが一番怖いですから、ね、後から知るわけですもんね。それでその地域、その地元の人にとっては有名な場所だったらしく、はい、今でもなくはないですけど、今はもうその海底、あの海浜というか海辺の公園的にはもうなってないって聞きましたけど、本当にそういう場所だったんじゃないかと、こう、はいはい、結構その人里から離れたところだったんで、はい、でこう確かに満潮になれば水が中入ってくるような場所なんで、うん、でこれは僕の中のオチで、ちょっと怖いですね、はい、それは話すと。だからそういう、こっちが勝手に捜索した場所だけど、仮に本当にそういう場所だったとしたら、大昔に、はい、っていうこと、思いはちょっとよぎりましたね。もうその、なんですか、ロケーションをの場所を決めるときには、本当、あ、ここはちょうどいいなと思って、何の情報もなく決めたわけですよね。まあ、その要は大島に行けないんで、はいはい、で大島の際の河原っていうのをどっか設定しなきゃいけないし、実はその、はあ、大島で、真田さんと松島さんと沼津さんが話したところは、陰、うん、陽師の世界ですけど、縁のおずぬっていう、はいはい、修験道の縁の行者ですね。そのこう縁灯を言い渡されて、はい、そこで伊豆大島で流刑で、はいはい、その時に行者海岸っていう、はい、行者海岸っていうところで撮影したんですけど、はい、こっから先は行っちゃいけませんよっていうところでも、僕見に行って、その円の大津が行あの修行をしたという、修験道の修行をしたっていう、はい、その流刑の期間中ですね、はい、そこは洞窟っていうのももっとものすごく広いところですけど、やっぱりそこで祠があって、うん、でそれのミニチュア版をもうあそこまで行ってられないし、あそこでは撮影させてもらえないから本土で見つけましょうっつって、はい、で、あ、そういうことだったんだ、うん、でなんか昔から曰くのあるところでたまたま撮影してしまったのではないかっていう、たまたま、まあで 実際にもう自殺名所だし、水死体が上がってきてしまう、流れ着いてしまう場所ではあったんだけど、うん、もっとその前があったんじゃないかっていうのが僕のオチで、映画の設定となんか重なるすごい点もあったのではないかみたいな、ね、はい、まあこれは僕の想像ですよ、想像ですけど、はい、ただまあ言っちゃえばその1回きりですけどね、あの撮影中に何かあったっていう、うん、それこそつい先日ですね、この興味津々の、まあ、姉妹番組で茶屋町怪談という怪談の番組があるんですけど、はい、そこで役者さんを集めていろんな話を聞いたときに、エルトゥールル号っていうオスマントルコの船が、日本の和歌山で沈んだっていう映画があるに、で、あの出演された役者さんがですね、その撮影現場を、まあ、その串本町っていう実際にあった場所で、でもどこで船が沈んだとかは、わからないから、まあ、この辺がいいんじゃないかって言って撮影した現場がまさに後から出てきた文献で、そこで死体が引き上げられたっていう、まさにその場所だったみたいな話がつい先日聞いたばっかりなんですけど、なんかそれに通ずるものがあるというか、何かたまたま撮影した場所が実は何かがあった場所だったっていうのが、すごい映画の引きの強さというか、お話だなと今感じました。
いやすごいですね。まあ、だからね、その例えば、まあ、去年その京都で撮影させてもらったり、まあ、東京で撮影してもらっても、うん、いろんなそれはその残忍な事件とか、はい、いろんな亡くなり方あるいは殺され方をした土地の上でこう、うん、撮影してるってことはあるだろうけど、まあ、やっぱり京都もそうだし東京もそうだし歴史ある街だと負の、はい、その心霊的なこう現象がこうどんどん上書きされてるから、うんうん、あんまりこういやすみません僕信じないタイプなんだけど信じないタイプ、あえて信じる方のモードで言うと上書きされてるから、はい、あんまりいわゆる霊現象的なものって遭遇しないんですけど、はい、そういう自然の海辺とかですねその上書きがまあされないまんま、うん、何百年ひょっとしたら千年そうかこう過ぎてると上書き、ね、そのね、なんかオリジナルのまんま、オリジナルのまま何百年の時を経てはっていうことを、いやまあ自分で今考えたり、いやいや面白いですねその話、はい、例えばそのね正門のその首塚でしたっけ、そういうところで近くでロケやっても、はい、まあ、別に多分何もないと思うんですけど、それはやっぱりもう上書き度が激しいので、うん、なるほど、はい、正門さんも出にくいっていうかそんな坂本龍馬のね殺されたところ京都で撮影しても特に、はい、特に何もない、まあさすがにこうね、そこに日は残ってるけど、はい、まあさすがに建物がまんま残ってれば別だろうけどみたいな、そういうことじゃないですかね、なんかそんな気はするっていうか、確かに純粋にその時の何かが残ってるか、うん、もういろんな人が入ってきてそれがどんどん上書きされて薄くなってるか、うん、なんかありそうですね、うん、いや面白いな、これもちょっと聞きたかったことなんですけど、あの中田監督過去の、監督された作品の中で終わった人という作品であったりとか、はいはい、ラストシーンという映画とか監督メガホン取られてると思うんですけど、この死というものへの向き合い方っていうものについて、なんか中田監督でどんな風に思われてるのかなとちょっと気になったんですけど、そうですね、まあその仕事として考えた時に、まあ僕の映画ってそのホラーであるないに関わらず、うん、そのまあ終わった人は最後そので主人公は亡くなって終わりじゃないですけど、途中でその今井翼さんが突然死したりとか、うんうん、そういう場面ありますし、うん、まあラストシーンなんかまさにその主人公が最後にこう映画の中でその亡くなる役を演じながら亡くなってしまうっていうそういう映画ですけども、だから人が亡くなる映画が多いなってふと思ったことはあるんですが、まあその自分の仕事を離れるとですね、まあ死ぬっていうことが、例えばその自分の身近な人が亡くなるっていうのを、まあ、まあ子供の頃から、まあ順番で言えば母方のおじいさんが亡くなる、父が亡くなる、祖母が亡くなるとか見てきたんですけど、そのまあ何ていうんですか、ある程度の年齢をクリアしてっていうか、でそれ家族に見守られながら亡くなっている人たちは、いわばこう自然というか生の延長として死があるっていうふうにこう思えて、なんか特別なものに感じないっていうのかな、はい、でまあ仏教でいうとこの逆縁、要するに若い人がポンと亡くなるといろんな、まあ、病気であれ事故であれその災害であれ、はい、やっぱりその残された人たちは苦しむので、うん、まあそういうことがなるべくない方がいいよねとは思いますけど、まあ、特にそのなんかこうかっこいいことはちょっとなかなか言いにくいんですけど、その自分自身はだから、まあ、僕だけじゃないですけど周りの人たちがそういうこう天地を全うした人生を生きてくれればいいなと、まあ、自分もそうありたいなと思ってますけど、まあ、死ぬまで生きてんだからっていうことですね。死ぬまで生きてる。でその死ぬまで生きてるのを、だから死ぬ時にああ自分の人生良かったななんて多分思えないと思うんですけど、はい、苦しんで死ぬに決まってると思ってますが、その自分の周りの人たち、その自分の、ね、子供も含めてですけど、まあ長生きしてほしいな、まあその時は自分はいないわけだけど、なんかそれぐらいのことしか仕事を離れるとは思わないですね。仕事の時は
やはり映画の中で描く死っていうのは本当に死ぬわけじゃないから、はいはい、そのどうドラマチックにあるいはどう自然にこう見せていくのがいいのかとか、うんうん、そういうことは考えますけど、はいはい、ホラー映画の中で襲ってくる死っていうのはまあ突然なことが圧倒的に多いので、はい、まあ劇的に描こうとする傾向はあるし、ただまあそのホラー映画とかサスペンス映画における死っていうのはどこまで行ってもまあフィクションですからっていう、フィクション、はい、こと、ただラストシーンみたいな映画は逆にあのよりこう実人生に近いようなニュアンスを加えたいなっていう欲求は働くかもしれないですね。僕ドキュメンタリーとかでやっぱりその津波の311の津波のドキュメンタリーとかも、まあ、自主ドキュメンタリーですから撮ったんで、はい、そういうのもこういっぱいこう周りの人あの家族自分より自分の子供や奥さんや若い奥さんや お父さんお母さん亡くされた岩手県の漁師の人、まあ、友達になりましたけどその方ずっと長く取材させてもらったりとか、ただねそういう映画で電話ドキュメンタリーにせよ何にせよその人たちはこう残された側なんで、死っていうのはやっぱり自分が経験というか経験した時にはもうそれ以上語れないもんだから、はい、その、うん、永遠に謎ではありますけど、まあまあ死ぬまで生きてると、でだからどう生きるかは各人の自由だけど、よりこうあのまあ自分のこう次の世代にとって参考になるような死に方をしたいっていうかな、そのなんかそんな気がしますね。まああえて大昔に言ったことなんで言いますと、はい、うちのおばあちゃんが亡くなる時、母方の祖母が亡くなる時に、はい、多分これその人工呼吸器とか直前まで、まあ、今は普通は入れるわけですけど、はい、入れなかった時にこうやっぱりこう心臓なのかな、あれは酸素が急に足りなくなるのでガッと口が開くんですよね。ものすごい大きく口が開く、こう必死で酸素を取り入れようとして、はい、でそれはだから例えばメキシコのミイラとかに多いらしいんですけど、はいはい、こう自然に亡くなった ミイラとかはこう口がガバッと開いてることが多い、それが実はまあ、リングの前のテレビドラマで学校の怪談 F っていうあの関西テレビの番組でもやった同じことやったんですけど、はい、リングビデオの犠牲者たちが大口開けて死ぬじゃないですか。 そうですね、あれは、まあ、うちのおばあさんがモデルですって言うとちょっと言い過ぎかもしれないですけど、はい、その参考にはさせてもらえない。へえ、やっぱり自分のまあ子供の頃じゃなくてもう、うん、僕30ぐらいだったですけど、やっぱりそのもうその ICU にいておばあちゃん見守ってたんで、その時のイメージはやっぱり強かったので、はあ、そこから5年後ぐらいにリングの撮影ありましたから、はあ、そういう人が自然死する場合、うん、その酸素を取り入れようとしてガッと口が開くっていう、いやそんなにこう非常に冷徹にいつも観察してるわけではないんですけどやっぱり身近な人の亡くなるそばにいるとやっぱり印象としてはすごくこうイメージとして強く残るので、はい、まあ、そういうこともありましたって感じですかね。なるほどな、うん、ありがとうございます。じゃあ、今後ですね、中田監督が撮りたい映画っていうのは、まあ、ホラーに関わらずどんな映画撮って いこうと思われますか。そうですね、最後っていうか、これは先も割とこうそのホラーとか、はい、そのサスペンスとかちょっとアクションっぽいものとかの企画はいただいているんですけれども、自分発案で何かできるとしたら、まあすごく月並みですけど、家族を描いたものか夫婦を描いたものか、そういうその人間関係の一番ベーシックな、まあ、どっちかですね、夫婦だったら家族も共に描くことになるかもしれないですし、で夫婦になろうとしてる男女の話でもいいんですけど、なんかそういう家族ドラマか、まあ、男女のメロドラマか、ただ それだけだとなかなかその企画として通りにくいので、何か、まあ、そこにホラーの要素を入れると結局ホラー映画になっちゃう。まあそれでもいいんです。あの、うんうん、例えば
ほのぐらい水の底からっていうのはあれ親子ドラマでもあるので、はいはいはい、欧米では割とそういうふうに解釈されたんですけど、うん、シングルマザーと娘のこう非常にエモーショナルな話であるというふうに、だからやっぱりそういう話が自分でしっくりくるんだなっていうのは、まあ、昔からですけど思ってますね、はい、でラストシーンみたいな映画も、うん、あれはまあ要は夫婦の映画なので、うん、ああいう映画もまたいつか撮ってみたいなと思いますし、はあ、ありがとうございます。あればでいいんですけど、僕松原谷氏へ何か質問とかあったりしますでしょうか。お姉さんお元気ですか。なんか お姉さんのツイッターも僕フォローしててなんかいや監督時々ツイッターいろんな方にフォローされてて、いろんなコメントを、ね、残してくれますから、うん、うちの姉にまでありがとうございます、うん、もうね、自己物件はい、最初のマンションの隣人というか、そうです、組合の、あの回覧板持ってくる、そうですね、犬を、ね、大きい犬連れて、割と大きな犬が、はい、ね、まあ、あの犬がこう、ね、飼い主さんというかそのトレーナーに向かってこうまあまあまあ吠えてくれるんだけど、尻尾を振りまくって嬉しい嬉しがってるっていう、嬉しくて嬉しがって泣いてるのを消すために必死尻尾を指示で消したりしたんですけど、はい、いやいやすいません、いやもうお姉さんもきっちり、ね、あの役を講演していただいて、いありがとうございます。なんかずっと言ってるんですけど、私が一番初めの幽霊だからってなんかずっと豪語しております。窓ガラスすりガラス越しにバンってこう出る影があるじゃないですか、影のシーン、はいはい、あれが一番最初の幽霊だからっていうことをなんか常々言っております。なるほど、はい、それ深いですね。あれはそういう解釈もあるのかなんか姉が言ってたのは確かね、髪をほどいてたのかな、その撮影の時は、うん、いや、ほどいてくださいって言ったんですよ。そうですよね、あのカットだけちょっと、はい、あれって思わせるために、そのさっき髪長かったのに入ってきたらあれってなんか、はいはいはい、そうそう、だそれを姉はあの映画で一番最初に登場する幽霊という解釈をして、もういろんな人に言い回ってます。ああ、すばらしい、ありがとうございます。いや、すいません、なんか丹さんの質問というかお姉さんへの緊急最近もいろいろ歌われたりしてるんですか。あ、姉ですよね、姉、よく歌ってますよ。医療系ポップスを歌ってます。なんか治してあげるという曲を医療系ポップスはいはい、あなたの心を治してあげるビタミンミネラルカルシウム、僕も直してほしいですねですか、伝えておきます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、それでは最後の質問になります、ズバリ中田秀夫監督にとって一番怖いものというのは何でしょうか。これは分かんないですけど、あれですね、自然界、あの野生の動物野生の動物が怖い。怖いですね、野生の動物、これはまあ本当にいるじゃないですか。幽霊はまあ僕見ないたちなんで、はい、あんまりこうそうやって最初のテレビから言えば30年来監督してるのに霊現象って、まあ、そのさっきのリング2の声ぐらいなんですけど、十分怖いですけどね、はい、で野生の動物の鍵なんですけど、まあ、田舎にいる動物っていうか、はい、これ草食動物でも怖いんですよ。草食動物でも怖い、はい、意思疎通できないから向こうも怖がってるはずなんだけど、はいはい、その熊だイノシシだは もちろんのことですけど、はい、鹿でも怖いですね。埼玉のある山の上に神社があるんで、そう別に普通のハイキングぐらいの山だったんですけど、はい、登ったらなんか灰色の毛の胴体のでかいなんか動物がザラザラッとこ うまあでも相当離れてるんですよ、多分50メーター以上離れてたと思うんだけど、はい、うわーっと言って、うわーっと大声出しながら必死で逃げましたので、それはイノシシじゃなくて多分鹿なんですけど、灰色の鹿、まあ、それでも、うんうん、多分こう、あとは大昔そのフィリピン のルソン島のこう棚田で有名なバナウェっていう土地があるんですけど、もう多分今世界遺産かなんかなってる土地ですけど、はい、そこの農村をちょっとプラプラ歩いてたら、あっちの方に滝があるから見てきてごらんよって言われて、ああそうって言ってたら、なんかね、自分の気分としてもののけ姫の、はい、でっかいイノシシというか、おっこと主様ですかね、はい、のがいっぱいブワーッと僕の方に襲ってくる
感じがしたんで必死で逃げたんですよ。もう後藤十といるんですけど、はい、来た猪が来たと、でしかもでかいぞって思ってわーって必死で逃げて、その山道を、はい、そしたらとある農家の庭に出たんですよ、はい、であれと思ってパッと振り向いたら、よく見たらちっちゃい子豚たちで、子豚が散歩に出てただけで、散歩した子豚がその飼われてる農家に戻ってきてた、散歩の帰りだったんですよね。ははは、もう一斉に戻ってきたんですね。かなりちっちゃい豚ですけど、ちっちゃいのが、ちっちゃいのが、ね、はい、でよーく冷静に見れば可愛い豚くんたちなんだけど、なんかこっち向かってきてると、もうもののけ姫です。もののけ姫のあのシーン、もういやそれ以来僕はこう動物園のね、動物たちはライオンでもなんでも怖くないですよ、はい、森の中いるから。だけど自分にアタックしてくるかもしれないって動物はもう鹿だろうと豚だろうとイノシシだろうと、怖いです。ありがとうございます。いや、これ別に本当冗談で、多分今でも、はい、だからそのアフリカとかのサファリパークとか行ったら怖いんだろうなと思いますね、うん、本当のサファリパークで自然界の動物、まあ、確かにな、怖いな。どうしようもできないですもんね、人間の力では。そうだってね、草食動物だってもし仮に怒ったら、はい、こっちがなんかキリンの赤ちゃんをこうやって、あ、かわいいねとかやったら、お母さんがバーッと襲ってくるとかってありえるから、はい、そうですね、こう守る。それは怖いね。ありがとうございます。はい、はい、それでは、恐怖をね、テーマにお話も伺ってたんですけど、まあ、それ以外のこともたくさんお話いただきましたけども、監督、いかがでしたでしょうか、2週にわたって。また楽しく、やっぱり、パンチさんのソフトな優しいトーンが。ですか、いろいろ語らせてありがとうございます。楽しい時間はありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったです。告知があれば。はい、映画嘘食い、横浜流星さん、佐野隼人さん、白石麻衣さん、三浦翔平さんたちが出演される、賭けに生き賭けに死んでいく男女たちのドラマ、漫画が原作ですけれども、それが来年2月11日に公開になります。来年2月11日。はい。ワウワウの、ヒューマンサスペンスといいますかね、はい、亀梨和也さんが脱走した死刑囚を演じるという、ワウワウ連続ドラマ W、正体、正しい体と書く正体ですね、はい、が来年春に、4話。もので、僕が召喚集ですけども、監督としては1、2話を監督させていただきました。事故物件怖い間取り以来のタッグを、はい、組まれたということで、こちらも楽しみにしております。はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。それでは、中田秀夫監督でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか、中田秀夫監督ね、久しぶりに対談させていただきました。まさか最も怖いものが豚というね、いや豚怖いですからね、まあ、まあ自然界の動物というのは僕も本当に恐れているものでありますので、やっぱり人間って弱い生き物だなっていうのをやっぱ監督も感じてらっしゃったんだなと思います。死についてのお話もとてもね興味深いお話でした。ということで、来週はまたどんな方がゲストに登場するのでしょうか、お楽しみに、そして恐怖の感性を磨いてお待ちください。そして、松原谷氏からお知らせですと、まあ、日付が変わってもう今日ですね、今日の夕方から、12月6日月曜日、大阪ビッグキャットで松原谷氏ライブツヤーというイベントが行われます。出演はザ・バンドアパート、三木大雲、田中俊幸、大島テル、松原谷氏ということでございまして、僕が2021年がラストイヤーということになっておりましてですね、お通夜をしようということで、お通夜のライブをビッグキャットでさせていただきます。当日券もあるはずなので、ぜひとも皆さん、あそうなの、こんなイベントやるの、ぜひ私もお通夜行きたいと思っていただければ、現場に来ていただければなと思います。よろしくお願いします。さあ、いよいよ北野誠の茶屋町怪談の、季節がやってまいりました。12月21日火曜日、
夜7時半から9時半までの2時間、有料生配信でお届けします。チケットは1800円で販売中でございます。出演者は北野誠さん、松原谷氏、中山一郎さん、三木大雲さん、桜井館長、そして田中康弘さんというね、この山の階段3階でおなじみの田中さんが登場いたします。ぜひとも茶屋町階段の方もよろしくお願いします。さあ、ということで松原谷氏の興味津々、今宵はここまでです。皆様どうかお元気で、さようなら。